アメリカを訪れているゼレンスキー大統領とバイデン大統領によるウクライナ支援をめぐる会談が先ほどからホワイトハウスで始まりました。会談の冒頭、バイデン大統領はアメリカ議会がウクライナ支援のための追加の予算を可決する必要があると訴え、ウクライナに対し新たに2億ドルの軍事支援を表明しました。一方、ゼレンスキー大統領はアメリカの支援に感謝を伝え、防空システムを強化したいとの考えを示しました。現在アメリカ議会ではウクライナ支援の予算をめぐって与野党で折り合いがつかず、このままでは年内に予算が枯渇する恐れが出ています。